行くよ。皆さんこんにちは、ギャラサラチャンネルです。今日の担当は星山が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は、湯水の坂田真由美さんにお越しいただいております。今日は坂田さんに、エプロンのことを前掛けのことについていろいろお伺いしたいと思います。それでは坂田さん、どうぞ。はい、こんにちは、湯水の坂田真由美です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。坂田さん、はい、7年間、はい、私いろいろ、はい、ありがとうございます。すごく本当にいかがですか。もうお似合いです。本当ですか。もうおしゃれだから星山さん、着こなしがすごく正解というか、ものすごく私の意図通りに使っていただいてて本当に嬉しいです。ちょっと後ろ向いてください。タララララララ、こういう感じなんですね。もうすごくお似合いで、サイズもバッチリで、はい、もうありがとうございます。実はズボンもちら、はい、坂田さんの私が作っているサルエルパンツですね。はい、もうコーディネートも配色もバッチリです。コーディネートはい、本当に。靴とも合ってるし、ありがとうございます。すごいおしゃれですよね、山さん。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。そしてそんな坂田さんなんですけれども、3月の末に、書籍の方が、出版予定ですね、になっております。はい、こちらもすごく興味深い内容ですので、はい、基本的には洋裁本なので、前掛けの作り方が解説されている本ですが、要塞をされる方もされない方もぜひお手に取ってご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ギャラリー空に見本がございますので、販売もしております。販売もしております、はい、生地もいいですし、これはリネンですね。麻 100% なんですけど、はいはい、とっても大きい生地なんです。はい、で、のはい、これと同じ、これの色違いなんですけど、はい、こんなに大きくてですね、はい、この身頃の部分と紐の部分をこうつなげて、生地を切らずに1枚の生地で作る前掛けというのをやりたかったんです。うん、で、ここは色を変えたいので切って剥ぎ合わせてありますけど、基本1枚の生地で大きく作ってます。で、この裾の底辺以外は全部曲線なんですね。これ、このウエストラインもこう曲線ですし、ここも曲線ですし、で、曲線を三つ折りで仕上げるのが非常に難しくてですね、今までいろいろ試行錯誤したんですが、やっとできるようになってこの前掛けができました。名前がなんかついてるんですか。これ尻尾みたいなんで、尻尾前掛けって言います。尻尾前掛け、はい、私は何かね、後ろに何かあるのが好きなんです。前から見たら誰も目にも留まらない、何の変哲もない前掛けなんですけど、後ろに見た時にこうあらってなるのが好き。色っぽいですね、これは。はい、なんかこう通り過ぎ、座り、こうすれ違った時にこう二度見してもらいたいみたいなイメージがあります。この前掛けもこっち普通なんですけど、こう後ろのここにこういろいろあるので、坂田さんのこの継ぎはぎ前掛けですね。はい、こういうのが好みなんですね。こちらの新色、今回この桜色がこの春用の新しい色なんですけど、形は定番の前掛けなんですけど、ちょっと裾に剥ぎ合わせで色を変えてあります。あ、クレーね、私大学のゼミクレーの研究だったんです。あ、すごい。これが私の前掛けの定番の形なんですが、ここがウエストラインが斜めになっていまして、この真ん中の部分が生地を三重にして分厚く作ってありますので、普段ここにこう巻いて、
今回ちょっと私が言った言葉ではないんですが、お客様から言われるのが気持ちを切り替えるのに利用していただいてるんですね。例えば家事から今度お仕事に気持ちをチェンジするとか、そういう時に前掛けを外すことで気持ちをもう仕事からオフモードにする。逆に前掛けつけることでさあ今から仕事頑張るぞっていう風に、こう気持ちのスイッチに前掛けがなればいいなと思っています。